慣れてくると意外にどうってことない感じ。ねえねえ、みんな、変な看板見つけたよ。あ、本当だ。なんて書いてあるんだろう。読んでみようか。この看板を読んだあなたへ。お気の毒ですが、あなたは呪われてしまいました。呪いを解きたければ墓場までおいでください。うわなんで私、何か悪いことした？大丈夫だから泣かないで。看板に書いてあることなんて気にしちゃ。気をつけろ、二人とも。一度すぐしてやる。俺が代わりに。もう怒ったんだから。楽勝です。うん、リディ、もう私ダメだよ。私きっと一生呪われたままなんだ。元気出して、スーちゃん。看板に書いてあったでしょ。呪いを解きたければ墓場まで来いって。だから墓場を目指せばいいんだよ。うん、そっか、そうだよね。そうに決まってる。じゃないとわざわざ看板に書く意味ないもん。ま、看板に本当のことを書かなきゃいけないなんて決まりもないけどな。もうやだ。マティアスさん、今は余計なこと言わないで。スーちゃん、大丈夫だからね。とにかく頑張って一緒に墓場を目指そう。私にだってできるもん。きっと痛いよ。痛いから覚悟してね。おっ、負けないぞ。俺が代わりに。でい、こんなもんだろう。ああ、怖かった。見つけた。よし、つまみ食い。あはは、リリース、キック。気は乗らねえが、ぶっ倒す。守ってみせる。負けないぞ。ほやー。
ぐ代わりに。おっ、思い切り守ってみせる。俺が代わりに
リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスちゃったら女の子にすぐそういうこと。